このサンプルシーンでは平面のポリゴンに対してプロシージャルテクスチャーが適用されていますがこのテクスチャーの模様とリンクしてリプリケーターを使ってメッシュが複製されているのがわかります今回はテクスチャーをもとにそれをウェイトマップへと変換しそのウェイトマップを使ってメッシュの複製をコントロールする方法について解説しますえまずは サンプルとなる板ポリゴンを1枚作ります。モデルパレットから板ポリゴンを1枚作ってみます。この処理の大きな流れとしては、この板ポリゴンにテクスチャーを作成し、そのテクスチャーを RGB のカラーマップとしてベイクした後、そのカラーマップをウェイトマップへと変換して、リプリケーターで複製という流れになります。 えですのでえ、テクスチャーの模様をそのまま頂点マップとして移し替えるためえ、こういった1枚のポリゴンではなくって、頂点は細かく存在していなければ、テクスチャーを再現することができませんえ。ですので、板ポリゴンを選択したら、こんな感じで選択したら、シフトキーを押しながら D のキー、これで再分割の方法を平面にして、え何とか再分割を行います。 こんな感じで結構細かめにセグメントを切るようにします。では、この平面のポリゴンに対してテクスチャーを適用します。今回は、この拡張モードテクスチャーの中にあるテクスチャーを使用しますが、どのようなテクスチャーでも構いません。プロシージャルでも構いませんし、画像マップによるテクスチャーでも同じです。 ショートカットキーの M のキーで、まずマテリアルグループ。こちらの方を、えー、例えばプレーンといった名前で、マテリアルグループを作ったら、シェーダーツリーのレイヤー追加。拡張モードテクスチャー。有機体の中にある、今回はベインズ。血管のような模様ですね。これを作るテクスチャーを追加します。こういった感じのテクスチャーを作ることができます。 ただ、あまりにも細かい模様だと、頂点マップに綺麗に移し替えることができませんので、テクスチャーロケーターのサイズ、これを調節してある程度の大きさまでちょっと調整しておきます。例えばこんな感じの大きさにしておきます。 最終的にこのテクスチャーの模様というのをウェイトマップへと変換したいので必要となるのは色情報ではなく強弱を表す値の情報となりますので最初はこのテクスチャーの背景色と前景色これはそのまま白黒で表現しておきますこのテクスチャーをウェイトマップへと そのまま変換できればいいんですけれども、直接変換するということはできないので、このテクスチャーをまず一旦カラーマップへと変換します。頂点マップメニュー。頂点シェーダーベイク。こちらで、出力チャンネル RGB。これに設定して、OK ボタンを押して、ベイクを実行します。そうすると、頂点マップリスト。 このタブを見てみると、その他のところに、イルミネーションという名前で、カラーマップが作られたのがわかります。ビューポートのタイプを、例えば頂点マップにしてみると、こうやって、プロシージャルのテクスチャーと同じ模様が、RGB の頂点マップとして映し替えられたのがわかります。この頂点マップ、こちらを今度は、ウェイトマップへと変換します。 まず、頂点マップリストのところの、ウェイトマップのカテゴリーで、先にウェイトマップを作っておきます。新規マップ。ここで、そうですね、初期値0とかで、ウェイトマップを作っておきます。今、これがカラのウェイトマップですね。カラのウェイトマップが1個作られたところです。カラーマップをウェイトマップへ、頂点マップから頂点マップへと値を移し替えるには、 頂点マップメニューの中の演算のコマンド、こちらを使います。適用先に先ほど作ったカラーのウェイトマップ。そして、頂点マップ A、こちらにベイクしたイルミネーションという RGBA カラーマップですね。こちらを指定します。このままの状態で OK ボタンを押せば、頂点マップ A が適用先となるマップへとそのまま移し替えられるようになります。 このような感じで、カラーマップからさらにウェイトマップへと、頂点マップの値が移し替えられたのがわかります。ここまで来たら、複製元となるメッシュ。まあ、今回単純に、こんな感じで立方体を作って、これを複製元のメッシュとします。大きすぎるようですので、コンポーネントモードとかで、大きさをちょっとちっちゃくしておきます。はい。 複製元のメッシュを作成したら、今度はアイテム追加。ここの中のパーティクルのカテゴリーにあるリプリケーターですね。こちらを追加します。このリプリケーターでメッシュを複製していくことになるんですが、リプリケーターでメッシュを複製する際には必ず複製したメッシュをどこに配置するのかというのを指定するためのポイントソースが必要になります。 今回、テクスチャーが適用されているこの平面ポリゴン。この上にポイントソースが存在している必要がありますので、メッシュの表面にパーティクルを生成するサーフェイスパーティクルジェネレーターというのを追加します。アイテム追加。同じくパーティクルのカテゴリーにあるサーフェイスパーティクルジェネレーター。ーこちらを追加し、ソースサーフェイス。ここを 最初の板ポリゴン、平面のポリゴンですね。このプレーン、こちらを指定しておきます。では、えー、リプリケーター。ここで、原型となるアイテムに複製元となるキューブ。立方体を指定し、ポイントソースに先ほど追加したサーフェースパーティクルジェネレーター。こちらを追加してみます。そうすると、こういった感じで、平面ポリゴンの上にメッシュが複製されるようになります。 複製の密度がまだまばらなようですので、こういった時にはサーフェイスパーティクルジェネレーター、ここのプロパティの中にある平均間隔ですね。複製と複製の間の距離というのをここで調整します。そうすることによって複製の密度がどんどん変わってきます。平均間隔の値を小さくすると、みっしりと複製されるような感じになります。ただ、 今この状態で複製していっていますが、この時点ではまだこの複製元となるメッシュというのは平面のポリゴンに対して均一に複製されています。このサーフェイスパーティクルジェネレータ、プロパティよく見てみると、分散というカテゴリーがあって、これが複製の散らばり具合を調整するプロパティとなっています。ですので、この分散のカテゴリーの密度マップ、ここで テクスチャーを移し替えたウェイトマップですね。これを指定してみます。そうすると、テクスチャーの模様の強弱に合わせて、ウェイトマップに合わせて、複製が行われるようになります。さらに密度だけではなく、サイズマップ、複製されるものの大きさですね。こちらも同様にウェイトマップ。これを設定することで、ウェイトの値に応じて、 複製が行われ、さらにサイズも調整されるといった形になります。今回のようにですね、テクスチャーを元にリプリケーターで複製するっていうのは、わざわざウェイトマップに変換する方法を使わなくてもえ、例えばプロシージャルモデリングだったり、パーティクルを使ってよりシンプルに実現する方法というのもあるんですが、例えば他のアプリケーションへとこのテクスチャーの模様を元にしたウェイトの情報を持っていきたい、 といった場合などに、今回の方法を用いて、テクスチャーからウェイトマップへと変換する方法というのをお使いください。